どうもどうもよろしくおろしドラゴン TK です。ではやっていきましょう。言っちゃったのね。でね、この先ですね、この先なんやけど、どっち行ったらいいんや。こっち無理やからこっちだ。それっぽいな。うん、これはコンテナ、コンテナっぽいでー。出てきた。ちょいくらい。やっていくのが、あー、ヘボいやつ。あー、いや、ヘボくんマーメイドめ、うざいね、マーメイド。マーメイドな、攻撃して、回復するからさ、一番うざいタイプの敵かなって。もちろん、あー、ね、うわ、40、うわ、80やし。いいな、これな、こうなるやろ、こうなるやろ。うん、わかりきっと、わかりきっと見てんけど、なんかちょっとね、いやな。で、こっちは、お、こっちは違う。と見た。ん、あ、これここ壊せんのか。わからんかった。それはわからんかった。よっしゃ。宝箱ゲッツ。いや、ちょっと噛んでたよ今。大丈夫か俺。まあそれはいいとしてて、ん、こっちなんかいける。気のせいね。なんかあるんかなって思ってもらえんかなあ。で、こっち行くやろ。道なりとしたらこっちで調べる。で、何、どうしたん。おう、ここの入り口も凍りついてるみたいだ。どこか他に入れるところがないか探してみましょう。ギョイギョイギョイ。この先か。これ壊していいから頑張った。これは壊されんのか。で、ん、んやな、ほんまね。よいしょっと、こっちはない。あっち側か。いやねんけども、こっちになんかあるからちょっと取っていくよ。うん、よっしゃ、1000 TV。 おい、出てきたい。それぐらいだね。敵出てくる頻度がこれぐらいやったらいいんやけど、まちまちやからさ。さあ、たまに次来るって過ぎてる場合もあるし、それがちょっと怖い。一応ね、裏の方ではゴーレム一応前回に倒してて、前回に倒してて、ボスの方のゴーレムがコアね、持ってたんで、一応それでね、上がれなさい、調整はしております。ではでね、ライガーの武器の方も変えました。結構目覚ましてたの、TV が。さあ、行くぜ。こっちやね、ここやね、そやね。よっしゃ、こっちどっちや。こっちは何もない。何もないやったら行かせん、行かんようにしといてよ。で、ああ、出てきた。無駄に時間を費やしてしまうかっていうな。まあ、釣れば置いといて、まあ、こいつらか。うちのがヘボいな、まだな。マメードもな、ちょっとうざいかなって。うん、ダントツで1位やね、マメード。204ね。イエッサー、イエッサー。こいつ使いやすいのよね、ダリルローズ。ダリルローズって。なんか、名前忘れたけど。めっちゃ使いやすい。ダリアシーですか。分かってない名前。好きなゴーリムの名前から覚えときよ。関係ない。お、こっちから出た。あったね。おっしゃー。終わったー。ウェーイ。さすが、1レベル上がったー。いいね。で、おお、こんなんや。あ、ここからなら入れそうじゃない。そうですな、参りましょう。あれ、どうした、アーツマ。なんか全然なんか出てこんけど、大丈夫。うん、と、あ、出ていく前にそこで補給ができると。お、その前に見つけたよ。でい。見つけたよって思って、途端に
出てくるっていうね。罠仕掛けられとった感じか。まあ、それは置いといて。おしゃい。おお、よく。おお、138度。それは素晴らしい。ちょっと待て。さよなら。さよなら。よっしゃ。ジンの星屑。ジンの星屑とかもね、いるんですよね。暴力生成とか、武器生成にね。まあ、最近なんか、力のやつの方が出てきてない 気がするんやけど、あ、来やがった、マーメイド来やがった。ちょっと待ってよ。おーい、よっしゃ、マーメイド先にやれ。イエーイ、勝ち決定。よっしゃい、よっしゃ、終わりじゃ、この野郎。おー、終わりだ、終わりだ。よっしゃ、集まる、こんな感じよね。そろそろ飯にしね。いいね、素晴らしいよ。おっしゃ、これでようやく取れた。もう 3500TB。 いや素晴らしい。おじいの星屑来た。あ、これも壊せんのか。じゃあ壊しとこう。まあ何も出んとは思うけどね。で、何かしていく。まあ今はいいんやけど、ちょっと一旦コアマテリアとちょっと買わせてください。長寿 TV が結構あるんでね。ほらゴーレム先生じゃ全部していくぞちょっとなんかもうテイムトップスサイズ1やね。エンジェリーナ、お、可愛らしい可愛らしいよ。よっしゃ、ちょっと追いついてなかったからね。あ、こいつはこいつデイジーブル可愛らしいなって思ってた。にゃーってな、前回か前々回か忘れたけれども、うん、いい感じにね。明治ガーディアン、あー、これな、ウェアウルフもこれで書いたんね。知らんかった明治ガーディアンは全然出てきてなかったかな、敵としては。あれ、合成できない。あ、地の月銀が、あ、月銀ってなってるけど、月輪、月銀わからんけど、まあいいや、適当でな。うん、一応ね、全部もうやっといて行った方がいいかなっていうね。よっしゃ、どうだ、誰か生きてるか。うわー、寒そう。いや、どういくん、どういくんって。いや、なんか仕掛けありそう、なんかいっぱい。うおー、すげえ。なんだかずいぶんゴミゴミしたところね。ゴミゴミしたところねえ、あなた、この先がシティに通じているかどうかわかる？ここは港区の倉庫だ。奥に進んでいけば着くはず。奥に行けば市街地に出られるのね。分かったわ。おう、ありがとう、教えてくれて。んー、なんかいろいろ行くとこあるよ。まずひとまずここを全部見ていきましょう。登れるとこあるけどね。で、おうおう、ミスターびっくりした、ほんま。ちょっと待って、いや、あかんって。この中で出てきたらゴミゴミしてるけど、さらにゴミゴミするかな。お、あー、こいつらか。あ、おお、オーケー、痛い、行くはなかった、あっちやった。力道だ、分かってないと。よし、あ、違う、オートでオッケー。ふざけ、いけるんちゃうかこれ。オーケー、あー、あともうちょい残ってる。ありがとう、アツマ。うわ、TV 全部高っ、全部高っっていうの。ちょっとこれは美味しいな。ここちょっといろいろ行き来したいね。うん、こっち下は何もなさそうやね、はっきり言って。せやね、じゃあ上登っていきますか、そこからね。よーし、上登って、
今回でね、シティの方まで行けたらいいんやけど。と、お、なんや？ねえ、このクレーン動かせそうじゃない？そうだな。スイッチ押してみましょうよ。うん、スイッチ押してみましょう。え、押すの？押す。うん。押すか。どうなんの？ああ、上からあっちに行けるっていう、そういうパティーンか。なるほど。ひとまずちょっと向こう側に行かなあかんねんな。あ、あそこから行けんのか。え、こっちも、あ、こっちが行かれへんの。あ、そうなの。え、あ、降りるって出てきただけか。なるほど、そういうことね。なんとなく、これ怖いわ、これ怖いわ。おい、出てきた。こんな狭いところに出てくんな。落ちるやんけ。まあね、戦闘シーンになってなくて関係ないんやけど。お、なんかあっち初めて見た敵やぞ。なんや、おい、めっちゃ出てきた。うわ、5体何ざくってか。ちょっとびっくりした、ほんま。こんなに出てくるんか。おー、すごい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 。おっしゃ、もうちょい来やがった。うわ、すげえ。なんかだんだん上がっていってんねんけど。おお、レベルが上がっている。あ、まあそれはそうやろな。さっき合成したゴーレムでしょうね、きっと。え、なにこれ、押す、動かないみたいだ。なるほど、動くところと動かんところがあると。なるほどね。うん、どっから行ける。ちょっと待て、行くところはこっちか。押す、押して、押したけど、え、何？は？は？え？ちょっと、行くところいっぱいありすぎてちょいと、行くところがいっぱいありすぎてちょいとやな、ほんまな。何かあるかどうかだけ見ときたい。こっち側、あ、あるわ、よかった、見に来て。ハイブレード、お、ライガ専用のスキル手に入れましたね。よし、ちょいと、まだいけるかどうかわからんけど見てみますか。ハイブレードスキルで、ライガ収録でスキルか。ハイブレード、お、取れるやんか。いいね、中投げ斬り。うん、あー、なんとなく上位版みたいなやつよね。ちょっと待てよ、ブレイドのね。うん、ブレイドやろ、弱投げ切りやろ。これで言い方合ってんのかな。まあいいか、まあ、一応入れとこう。あと入れるもんないし、使い道あるのかどうかは分からんけれども。ういしてたわ。敵出てくるっていうの分かってたんやけど。あー、やっぱまたこいつらか。多いねよな、ヘボいけど。ヘボいやつだろ。集まってみたいね。チェイ、ウェイ、終わった。すこぶる気持ちいいよな。だいぶ簡単なんだよ。素晴らしいであります。うん、で、これか。え、いいの、あんな風にして。何、意味深な。よし、こっちやろ。で、おねえ、ひょっとして市街地に抜けるのってあの扉からじゃないの。ああ、多分そうだ。よし、じゃあなんとかしてあそこまで行かないとね。え、なんとかして、え、ちょっと待って、どこにあるって。押す。あ、なるほど、これでまだ戻らなあかんの。めんどっち。じゃあそこまでカット。
よっしゃ、まあこうやろ、で戻るんやろ。怖いなここほんま。落ちはせんけど、ま、マジ怖いな。こっち側来て、よいしょい、で、ここか、来た、しゃー、これだね。で、何かおる、何かある、コア持ってるやつおる。さてさて、こいつ怖っ、めめだけって、アイシャドウ的な、アイシャドウ的な、アイシャドウって、ちょっと発音の仕方にちょっと気をつける。うわ、4匹、4匹もおんの、不意をつかれた、はぁ、はぁ、ちょ、ポイズン、ポイズン、やめて、ポイズンやめて、ぐわっ、ぐわっ、ポイズンやめて、こういう時嫌いや俺。おしゃい、おしゃい、おー、いける、いけるぞ、どうだ、ウェーイ、倒した。こいつばっかりやってくるの、こいつら。おしゃい、なんかこいつって言って、なんか言ってし、ぜひともやつを思い出すの、俺だけか。まあ、そんなに世代じゃないねんけど、なんか見たとき記憶があるわ、なんか何かの音楽の、音楽か何かの授業で見たとき記憶があるわ。うん、おしゃ、終わった、で終わってない、とどめ、とどめ、オッケー、終わった、能力向上しました、いいね。お、キャリアシールズレベル上がった、いいね、素晴らしい。イビルアイコアを手に入れた、なるほど。よっしゃ、これで、ああ、あそこから行けるパターンか、なるほど、これで下がって行けたって、ちょっとほんまさ、行ける思って行こう思ったら先に出てくるとか、あ、これはこれはちょいとTV とかそこら辺多い系じゃんか。おさ、どうだ、おい、せいや、おー、いいね。あー、けど3匹まだ残ってるって、いや、痛い、あ、またポイズンか、おー、素晴らしい、落とした落とした、すごいな、相手の敵は雑魚やから、まあ雑魚やからな、やっぱり200全部もらえた、全部もらえた、言い方がちょっとおかしくない、あ、ここか、わかった、なるほどね、そういうことね、そういうことか、そういうことね、うん、ようやくわかった。港区税関、マジでまだある、まだある。まあ、この、これだけだって今回これにしましょう。500TV ね。500だけかいっていう。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と、Twitter の URL と共に書いてありますので、見てください。では、さらば。